さて、こちらはうなととさんのニュースなんですけど、うなぎと肝の合盛重、これうなぎ 1.5 倍で今1200円なんですね。期間限定なんですよ。ということで早速食べにやってきました。あ、そうそう、駅前にあるうなととさんにやってきたんですけど、駅前ってやっぱり道が細かったり狭かったりね、するので、大きなボディのモデル S じゃなくて、i3 でやってきました。で、i3 コンパクトボディでスイスイ、運転楽々なんですけど、これ、横幅は1800あるんですよ。この隣のビッツと比べると、これだけの差があるんですね。ビッツは5ナンバーいっぱいの1695。で、i3 は1800あるんで、見た感じもね、二回りぐらいでかい、ボヨーンとでかい感じなんですよね。だけど、全長は4メーターなんで、小回りスイスイなんですよ。そして、電気のパワーで加速はね、もうワープみたいな加速しますね。まあ、モデル S の加速に比べると、もうモデル S はね、もう離陸しそうですけど、飛んじゃいそうですけど、i3 も負けないようなワープ加速します。でも、タイヤは、155の、軽自動車並みの幅なんですよ。まあ、インチは19インチありますけどね。それでは、i3 を止めて、うなととさんに向かいたいと思います。もうそろそろうなととさんですね。こちらじゃなくて ここですね。これうなととさんありました。それでは、失礼します。店内入るともうね、うなぎ 1.5 倍のね、これ、ポスターありましたね。上には通常メニューも載ってますね。それでは熱い、美味しいお茶をいただきながら、これ目の前見るとうなぎのタレ、七味、山椒、これがしば漬けもありましたね。しば漬けはこのこれね、あ、紫色のね、これありがたいですね。さて、オーダーして10分ぐらい待っているとやってきました。これがうなぎ 1.5 倍のうなぎと肝の合盛重。もういい香りしてますよ。これたまんない。赤だしも美味しそうですね。いい香りします。これとってもいい香り。もうね、湯気立ってますよ。焼きたてなんですね。それではうなぎ 1.5 倍の合盛重いただきます。まずはね、この端っこにあるこのうなぎですね。これうなぎ、これ柔らかいんですよ。こん中にもうね、ほわほわですよ。箸でね、つかめないぐらい、もうめちゃくちゃほわほわ、とっても美味しい。焼いた香ばしさありますね。炭火焼きの香ばしさがあります。そしてこのタレ染みご飯ですね。これもまた美味しい。もうこれだけで美味しいですね。ご飯にこのタレかけて、もうそれだけでも美味しいですね。そして、ありがたいしば漬けサービスですね。で、これ赤だしです。あ、このえぐみがたまんないですね。うなぎに合いますね。さて、これは肝ですね。肝、こんがり焼かれてますね。あ、食感むぎゅっとしてちょっとコリッとするんですね。あ、でね、うなぎの旨味がじゅわじゅわですね。これもご飯が止まらないですね。いや、肝美味しいですね。焼きたての肝美味しい。そしてしば漬けも美味しいですね。もうね、ご飯が止まらないですね。これもう全編にわたってご飯が止まらない雰囲気になってますね。これあ、またこれ肝ですよ。肝、これ見るからにコリコリですよね。あ、もうこれコリコリですよ。コリコリでうなぎの旨味じゅわじゅわですよ。これほんと美味しい。やっぱうなぎ 1.5 倍はもう伊達じゃないですね。もう食べても食べてもうなぎがね、まだあるんですよ。こんな感じですよ。で、タレ染みご飯と一緒にね、こんな感じ。いや、とっても美味しいですね。 1.5 倍でこれ1200円ですからね。これはほわほわのうなぎですね。いや、美味しい。ほわほわです。結構来店される方、この、うなぎ 1.5 倍の合盛重頼んでる方いましたね。まあ、1200円でお得ですからね。ボリュームたっぷりで、ご飯の大盛りも無料だったんですよ。まあ、当然私もね、これご飯大盛りにしてますけど、うなぎが 1.5 倍で肝もたっぷり入って、ご飯も大盛りで、もうね、ボリュームたっぷりでとっても美味しいランチでした。あ、これはまた肝ですね。肝、この肝がね、食感がね、むぎゅっとコリッとする。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。ということで、期間限定のうなととさんの、うなぎと肝の合盛重、1200円、とっても美味しかったです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。